た水面に月が引いた白が目の道いつかこの足で渡っていく必ずもう一度会える何も拾わない意味の奥今阿部のせいね狐のこと言うのは本当例えば人を殺めることもできる試しますかどなたかあなたは元気ですか元気来るな艦長殿の寺で殺しただろう主をかけた呪うとか言ってしゅう忍ばせなんて嫌い大嫌い吉野様見えないわ、繋がっているお前はいい男だな お前は陰陽師になりたいからな追い殺されたこれから屋敷に真実と事実の違いを知っている事実とはあるがままの出来事真実とはその人間の主観に基づいて導かれた結論だつまり個人個人の受け取り方によって変化する概念であり主でもそんなの陰陽寮にいるなんて怖いわね何でも鬼やら霊やらが見えてそれらを式神にして気に入らない奴がいたら語らせるそうよ俺が殺したのか生命はそんなやつじゃありませんそれはちょっと非常識で人の気持ちが分からなくて感情も欠けてるかもしれませんけどそんなひどいことするようなやつじゃありませんやつは冷たいんじゃなくて冷静に事実を見ようとして必死になってるだけなんです生命の気持ちが分かるのだな生命ヨマさん時々見えるような気がするんです意識を操れるお前なら何かやれるだろうはい全部ヒロマさん俺を信じろ俺はヒロマさの笛を信じる俺はお前の笛の音を信じる絶対にか絶対にだヒロマさん笛を吹いてくれよまだ許さない私は最初から一人ではなかった俺はいろんな時に笛を吹くのが嬉しいという悲しいと不安な時そうすると心が落ち着いていろんなことがどうでもよくなっていくんだそうすると全部が大丈夫になるんだお前の笛に助けられた ありがとう